ハローみなさん、こんにちは、るちゃんです。文旦です。今日も動画見てくれてありがとうございます。前私と文旦ですね、アニソンを当てるゲームをやってたんですけど、そうそうそう、その時私が負けたんですよね。そう、俺余裕で勝った。そうそうそう。なので今回はちょっと反撃しようと思ってます。そう、なんかるちゃんが上手なものでやっていきたいと思います。あ、得意なものってこと。そうそうそう、ドラマかなと思ってね。あ、俺あんまドラマ見ないからね。でもやっぱり日本人だから、なんかなんとなく聞いたことあるかな。まあまあまあ、なんとなく聞いたことあるかもしれない。そう、でもその昔からすごいドラマ好きの私と比べると勝てるかなって感じで。ずるいな。好，那今天的计划就是我要和文旦一起玩日剧猜歌大赛。では私と文旦はアシスタントがいないので、とりあえず曲をそのまま流しますね。はい、はい。ドラゴン桜ドラゴン桜早いな。これね、早いな。ヤマピが出てるので、その時にたくさん見てたんですよ。おー、ドラゴン桜俺も途中見てたな。でも俺なんか流行りだしてから見た。その時に出てる俳優、その時に出てる俳優今も全部有名になってる。ヤマピ、山長さん、そうそうそうとかね。次次、電車男。ああ、イエーイ。電車男、電車男、思い出したんだけどな。思い出したんだけどな。いや、でも私が弱いのはあまり日本語のドラマ名前わかんないかも。やばい、もう2対0だ。そうそうそう、電車男好きだった。サニーとウの涙聞いたことあるんだけどな。これ粉雪、まだ3月9日。粉あ、粉雪か。いや、これも好きだったな。錦戸が出てるんだもんな。あ、そうなんだ。うん、3リットルの涙か。うん、でも当時すごい人気だったかも。うん、でも錦戸の、でも錦戸のあの小説の中にこの人物はいなかったらしい。花壇、あー、まさか、まさかこっちが負けた。いや、来た来た。いや、なんか嵐なんか申し訳ないね。なんか名前が出てこないんだよね。あなた、コンサート行くのに。ごめんごめんごめん。しゃー。いや、でも名前出てこなかった、ほんとに。ダメだね。いや、わかんない。聞いたことあるけど。聞いたことすらないいや、私わかんない。パス。パス、これ何？何？何ですか？あー、結婚できない男だ。あー、あのプロポーズ大作戦、ヤマピの、ヤマピの、ヤマピなら私強いね。あ、でも俺もこれだ、もう見たことあるよ。長澤まさみとヤマピでしょ。そうそう、あの俺再放送めちゃめちゃ見てた。あれ、これは何？ハレルヤチャンスか。そうそう、ハレルヤチャンスってやつ。ハレルヤってやつ。なんか違う。あ、ラストオブエンド。錦戸では出てるやつ。そう、錦戸では DB 男応援曲の時。クズ男をやるんだ。そう、その時になんかめちゃくちゃみんな西尾喜怒を思い出したらすごい怖い感じだし、あ、そんな演技が迫力だったんだ。そうそうそう、めちゃ怖かったの。長澤をこう泣けたの。また長澤か。うん、泣けた。絶対彼氏、絶対彼氏。あ、絶対彼氏、絶対彼氏。あ、これも好きだったな。もう、これも結構昔の。どういう話よ。なんか彼氏が実はロボットで話。見てみたい。面白いよ。めちゃめちゃ泣ける。絶対彼氏か。めちゃ泣ける。絶対見よう。私もすごいじゃん。やばいな、6対1か。まずいな。あ、流星の絆。おお。嵐ね。嵐は負けない。負けたよ、一回。確かに。やばいな、勝てる気がしないもう最初は絶対勝つと思ったからね。で、1個取ったら俺は奇跡かもしれない。しかも花よ、花壇。そう、花壇いいね。あ、コードブルー。これコードブルー。コードブルー。あ、違うわ、ブザービートだった。あ、ブザービート。そうそうそう。あ、ごめん。これなし、これなし。あなた見たね。え、見てた？俺はブザービート見せた。北川景子と。じゃあ私、ブーちゃんの答える権利を、ま、あ、奪ったじゃん。北川景子と、あと、ニャマピ。そうそうそう。そうそう。ライアーゲーム。あー、ライアーゲームだ。これ俺も知ってる。ライアーゲーム全部見てたんですよ。俺は見た。めっちゃ面白い。映画も見たぐらい好きだった。映画は私も見ました。ね。めっちゃ面白かったよ。あれ誰だっけ？エリカ。そうそう、戸田エリカ。そう、松田。松田ショットめっちゃかっこよかった。あ、フリーター家を買うみたいなやつ。うん。
シャあ、ニノが出てるやつ。そう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 、ほんとだ。これコードブルー、コードブルー、花火だね。ヤマピーね。そうそうそう、ヤマピーのもの全部得意んだよ。あ、コードブルーって映画もあったよ。あったあったあった、ね。絶対花火の時歌う。あの戸田恵梨香と三浦春奈のやつだ。あの先生なんちゃら愛するものだ。あ、合ってる。あの日本語名前覚えてないから。でも合ってる。でもダメ。え、日本語が合ってない。不公平、不公平だよ。不公平じゃないよ、この時点で。不公平なんてないよ。確かに。あ、見たか、合ってる。前回ガール、あ、あった。錦戸美穂と赤木由衣の展開がある。すごい、もうルーちゃん10点だ。そうそうそう、ほら中退2位ですよ。ごめんね、ずるいな。あ、マジ、あ、おまけ、よしよし、マジか。早かった、俺の方が。ジオね、最近ルーちゃんと見たんでね、めっちゃおすすめです。めちゃめちゃ泣いた、ジンね。さきさ、シェイシェイ。もうこれでめちゃめちゃ坂本龍馬好きになった。めちゃ好きになったね、日本歴史も。わかんない、聞いても見たことある。じゃあパス。あー、リーガルハイだ。あー、リーガルハイだ。リーガルハイだ。ガッキーが出てるやつ。そうそうそう、見たかったんだけど見てないんで、ね、面白いよ。私が恋愛できない理由、当てた。わからない、わからない。カリナと吉高由里子とか出てるよ。どういう系なの？恋愛、なんかみんなシェアハウスしてて。美和ちゃん、あれ、あれ、あの国立君と石原さとみの。日本語わかんない。でもわかる、日本語わかんないだけ。美和ちゃんの声かわいいな。とりあえずあの小栗君、小栗旬のあれなんだろうね。パス。ああ、シスター。なんか俺ディアシスター。そうそうそう、ディアシスターだ。うん、なんかちょっと見た。みんな面白いって言ってるよ。ちょっと見た。見てない。2話ぐらい見た。2話まで見たんだ。あ、嵐だ、聞いたことある。かきかけた部屋。合ってる？合ってないね。合ってるかすらわかんない。あー、相葉くんのやつだ。相葉か。でもこれ見たことある。ある、うん、すごいね。これは最近のものだよ。あ、本田翼と福士蒼汰のやつだ。え、そうそうそう、名前は忘れたんだけど、ほら、合ってるでしょ。これも見てたよ、恋愛系のやつ。ちょっと見てみたい。なんかそうだね、本田翼ちゃん好きなんだよね。うん、またね、また。それでは結果発表です。今回の結果はうんたんの勝利です。ぬーちゃんでしょ。違う違う、ぬーちゃん、ぬーちゃん、ぬーちゃん、ボケじゃねえよ。なんか日本の式の。ぬーちゃんが12点、じゃない、13点で、うんたんが3点ということで、ルーちゃんの勝利でーす。イエーイ。じゃあ次はね、うん、ここ最近のアニメの主題歌で勝負したら俺も絶対勝てる。私やばいからね。さあ、他にルーとうんたんでちょっと勝負してほしいものがあったら、どしどしコメントしてください。お願いします、お願いします。あと、いいねと、あとチャンネル登録お願いします。え、全部言ってくれたね。ありがとう。はい、ではルーちゃんのインスタグラムもフォローお願いします。こちらですね、ドドン。なんか全部のほとんどの日常生活とか、またなんか またちっちゃいことは全部ここでシェアしてますので、うん、興味ある方はぜひこちらでフォローお願いいたします。文旦もあるよ。文旦、あ、文旦はこちらですね。はい、3秒1、2、3、はい、終わりです。文旦の宣伝時間。はい、はいはい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ、See you next time。 バイバイ。ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。